我が町和歌山プラス。この番組は海外の方や海外から来て和歌山市にお住まいの方にお話を聞いて、和歌山市の魅力を再発見し、皆さんにお伝えしていこうという番組です。今回の出演者は和歌山大学留学生のレイティ・ホンニュンさんです。ニュンさんはベトナムの首都ハノイ出身の27歳。7年前に技能実習生として来日、その後ベトナムの大学に入学し、現在は和歌山大学に留学しながら日本語を勉強中です。日本の自然大好きというニュンさんと和歌山市の花が楽しめる場所に行きました。新緑が爽やかで気持ちいいですね。今日はこの四季の里公園でニュンさんと待ち合わせなんですよ。あ、どうもこんにちは、ニュンです。よろしくお願いします。どうも初めまして、中見ゆきです、はい、よろしくお願いします。あのね、ちょうど公園今お花がたくさん咲いてるんで見に行きましょうか。じゃ行きましょう。和歌山市の四季の里公園はその名の通り、四季を通じて花を楽しめる公園として知られています。ほら、ここにはこのバラが一面咲いてますよ。あ、実は私の名前の意味もバラですよ。え、ニュンさんのお名前、バラっていう意味なの？はい、バラです。すごい、なんかいいタイミングで。そうですね、綺麗ですね。私も綺麗ですね。言いますね、ニュンさん。そう、名前の通り育ててるんですよ。じゃあお花好きなんですか？はい、花が好きです、あ、なんか日本語は多分今まで日本語は見たことないんですが、ドアガタマという花は知っていますか？それは初めて聞きましたね。そうなんですか、それはなんか花は白くてなんかバナナの匂いがしますよ。甘い香りをする。そうそう、甘いの香りです。あ、そんなお花があるんですか？ありますよ、すごくいい匂いですよ。いやー、でもね、日本にもちょっとその花はないですけど、いろんな素敵なお花があって、で、そう、華道って言ってね、お花を生けたりする。生け花ですか？あ、生け花知ってますか？はい、知っています。はい、あ、じゃあせっかくなんで今日生け花体験してみません？じゃあ行きたいです、はい、ぜひそのお花大好きなニュンさんにおすすめです。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、日本の伝統文化華道を体験しに和歌山市の華道教室にやってきました。あ、どうも、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。お待ちしてました。どうぞ。今回の先生は和歌山市在住の華道家、岡田義和さんです。岡田さんはおよそ1200年続く流派嵯峨御流を継承する華道家で、和歌山市文化奨励賞を受賞した新進気鋭の華道家です。先生、今日は私たち2人とも実は華道って全くやったことがなくってですね、なのでまずはこう、華道とは何ぞやと、そういったところから教えていただきたいんですが。そうですね、今日はね、たくさんね、習って帰っていただきたいと思います。まずね、和歌山はお花の生産地で有名なんです。切り花もたくさん作ってるんですね。そういうお花をぜひ家の中でもう一度きれいな芸術作品にして飾ってね、楽しんでみましょう、ね。でもなんかこう、やっぱり華道というからにはなんかいろんなしきたりとかあったりするんちゃうかなと思って、結構敷居が高いイメージがあるんですよ。敷居は高いんですけど、今日は敷居を下げて楽しんで、あの、少しね、少しだけ気をつけてもらったら上手に入りますので、今日はそのコツを学んでもらいながら頑張ってもらおうと思います、今日は和歌山県で生産された花を中心に夏の花を材料に使います。本格的な華道は2人とも初めて、うまくできるでしょうか。あ、素敵なお花もご用意いただいたので、ね、早速トライしてみましょうか。そうですね、あ、先生、私の花瓶はちょっと違いますが、それはどういう意味ですか？はい、あのね、これはね、日本の伝統的な生け花の入れ方で、だいたい4つあるんですけど、今日はそのうちの2つを
やってもらおうかなと思います。はい、で中さんの方はこれは投げ入れ花って言いましてね、はい、壺に投げ入れた上に入れていくお花、はい、日本で一番古い生け花の形ですね。これはもう剣山とかないんですね。ないです、もう自由に入れてください。はい、はい、でね、日本さんの方はこれはね、はい、森花って言いまして、森花ですか。はい、はい、あのお皿のね上の器のものにこれがね、うん、花留めっていうんですけど、お花を留めるものですね、うん、これを入れてここにあのお花を挿していきます。はい、ね、森花は水盤と呼ばれる皿状の底の浅い平らな器を用い、花を固定するための花留めという用具を使って花を生ける方法を言います。一方の投げ入れ花は壺型の器に自然の枝ぶりを生かし、文字通り花を投げ入れるように生ける方法を言います。はい、すごい思いのほか長い。思いのほか長いです。でね、これ見てください。こうね、お花をねぐるっとこう回しながらね、こじゃあまっすぐしてますよ。どうかな、どこかこう綺麗な正面ってないですか。今裏見えてませんか。こうすると一番綺麗に見えますよね。はい、こういう方向を探して入れてください。はい、ね、まずちょっとこれね手伝いましょう。ね、あと、何本かねこれを少し短く切りながら入れていただいたらいいかなと思います。はいはい、ね、1本だけ長くてね短くていいですからね。はい、じゃあどっち向きに切れるでしょうか。私じゃなくてユンさんの私一番綺麗な方を見えるようにしてあげてください。ここかな、そこかな。ここで、ね、あとね入れていくときにねこれはまっすぐしたんだけども、はい、少し自分の方に倒してください。はい、うん、これね、こうしてちょっとこう前倒してあげる。え、そうなんですか。前倒してあげました。はい、どうしてどうしてですか。お花が見る人はこっちから見るじゃないですか。はい、上から見ないですよね。そうですね。じゃ あのこうして見て下から見て綺麗だなっていうよりも こう上、こう見た方が綺麗になるんですね。なるほど。ちょっとこうね、どっか入れてもらったり。はい、はい、じゃこれですね。はい、ああなんかこう生け花らしくなってきましたね。はい、じゃあもう一本いってみましょうか。はい、まずは中心になる花を決めて、花が自分の正面になるように花留めに刺し、作品の骨格を作ります。まずね、あの立ってるもの、倒れてるもの、斜めになってるもので、あと長さの変化ね、うん、長さだから切るときは長さだけども、いけると高さですね。はい、高いもの、低いもの、中くらいのもの、うん、そういうものを混ぜながら入れていくとすごく魅力的な花になっていく。いけばなは高さや幅に変化をつけて左右非対称の立体的な形に仕上げ、あたかも自然をそのまま切り取ってきたかのような空間を演出します。ね、じゃあまずこのね、はい、ビアをねよく見てみましょう。本当、ね、木の枝ですよね。木の枝ですよね。でもこれにはね、ほらこうしてみると上に実がついてるんですよね。確かにこれが可愛いですけど、はい、これをもうどうしたらいいのか、どうしたらいいのかないでしょ。はい、でね、これね中に花留めっていうのを入れてないんですよね。ですよね。壺とこう花だけ渡されたんです。じゃあ入れてみましょうかって言って入れても、はい、多分え、だってもうこの段階でここなんか使える感じですよね。いいからですね、使ってしまいますよね。それで、はい、あの生け花ではねこういう時にはね少し秘密のテクニックを使います。はい、で、あのここにこういうふうにね、あの木を添えてくくってしまうんです。はい、でくぐってしまう時にはちょっとこうポッケからダウンしますけど、こういう紐でいいので、こういう紐でですね足元をくるくるくるっと縛って入れてしまうと動かなくなります。こういうね、あの長寿止めっていうのをやって入れていこうと思います。はい、こういうね、こういうの中に入れて止めていきます。ほら、こうするとすごうまく止めることができますよね。もう私単純だからもうこのままズボって奥まで入れるもんだって思っちゃう。ね、これね、これをしっかり止めとかないと、うん、飾ってる間にお花が動いちゃうんです。はい、でお花をしっかり止めるっていうことがまずこれには大事ですよね。先生に手伝っていただき、全体のバランスを取りながらそれぞれ思い思いに花を生けていきます。花に向き合っているうちにだんだん心も穏やかになっていくような感じがしました。
先生できました。あ、そうですか。じゃあ体験させてもらいましょう。ね、お花はね必ずねあの真正面から見るように、今日は、ね、少し横から見ましょうかね。はい、あすごくねあの魅力的な花が入っていると思います。今日はね黄色を主体に、はい、白とね合わせていってみました。植物って全部こう葉っぱがあってその上に花が咲くんですよね、うん、だから他の種類の植物の葉っぱのだけを入れて花の量とのバランスを取るように入れてもらったらいいと思います。そういう意味ではこれもすごく素敵。ミホさんがこの葉っぱを2枚入れてくれたので全体がよくね締まったと思います。初めてにしてはというか上手に入ってます、はい、ありがとうございました、はい。いや先生、まあ、そこそこの人生生きてきて今日初めての経験だったんですけど、はい、これを機会に始めさせていただきます、はい、ですね、初めてにしてはすごく上手だと思いますのでまあほぼ先生ですからねいやいやあのしっかりとねこれからもあの人に見てもらえるような場でいけ花を入れてどんどんね頑張って花の魅力美しさ、うん、ね楽しんでもらいたいと思います。これで私自身もこう人間磨いてみます、はい、いけ花のある美しい人生を歩んでもらえたらなと思います。そう言われると魅力的に感じた、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。今日は最後にお茶までいただいてね、日本の文化堪能していただいたかと思うんですが、うん、どうでした今日一日。楽しかったですよ、うん、だから私のイメージは、うん、いけ花は難しいですが、うん、あとは刺すの時は直接が刺しますね。でも今まではこう真っ直ぐ刺すイメージだった、はい、真っ直ぐ刺すだけで、でも今日先生の言ったのはちょっと倒れそうの形でびっくりしました。斜めとかからね、そうそう、こう倒れそうな感じで刺したりもしましたもんね、はい、そうですね、はあ、そういうところが面白かった。そう、それということは面白かったです、うん、あとはベトナムは生け花がありませんの、はい、あ、じゃあお花飾ったりとかはあるんですか。はい、それだけです。あ、じゃあもう本当にもう刺して入れておくだけ、はい、はい、それそのまま刺すだけでいいです。あ、うん、この体験を落として、うん、これからベトナム帰っても他の人 に、うん、にも教えるかなと思いました、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます。ぜひ、ね、あのベトナムならではの日本にないお花とかたくさんあると思うん で、 そ、 う、ね、そこでまたオリジナルのお花、はい、行けてみてください、はいね、私も今日楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。我が町和歌山プラス、今回はベトナム出身のニュンさんに日本の花の魅力を再発見してもらいました。ニュンさんを番組サポーターに認定します。番組公式 Facebook でも番組サポーターとともにさまざまな和歌山市の魅力を発信しています。キャッスルシティ和歌山プラスで検索してください。また YouTube 和歌山市公式チャンネルにも番組をさまざまな言語で翻訳した映像を配信していますので、ぜひご覧ください。さらに和歌山市の魅力を海外へ発信するため、英語版の観光ウェブサイト My Secret 和歌山が開設されました。海外のブロガーによる記事も掲載されていて、和歌山市の魅力情報が満載ですよ。ぜひご覧ください。今後の番組もお楽しみに。